ホームランを打たせた。まあこのままアリゾナは空気が乾燥してるんで、今日は風もあります。もうこの音やつは何だろうな。しようと思って来たのにさっさと向こう行っちゃったね。なんかやっぱ声がかけづらいよね。だからね、まあ、超もう人気超スーパースター、アリゾナキャンプでした。まあ声はかけられませんでしたけど、まあ、声も聞こえたし姿も見えたしね、アリゾナに来た鍵がありました。おとといは藤浪の姿を見たしね、まあこれがアリゾナです。まあ、シーズンがいよいよ始まりますから、とにかくこのシーズンもね、まあ、WGC はいいとしてもこれから始まるし、MLB も NPB も、まあ、それぞれプロ野球がねこのあと3月終わり、あたりから始まっていくんで、まあこれから WBC のように野球が盛り上がっていくかどうか、まあいろんな感想がありますが、まあ、日米の違いとか、ちょっと余談ですけども、ここのこの球場のこの周り、この辺は実は、まあ、タイガース時代にキャンプをした、まあ、私がプロ野球生活最後のキャンプ地がこの、アリゾナです。このディエブロ球場の本球場がありますけど、ここは何面かあるこの中をこの2面ほど阪神タイガースを使わせてもらいましたね。まあいろんな思い出がありますが、まあすでに42年3年か経ちましたか、何年前みたいな話よね。まあでもそんな頃から多少の設備は良くなってるけれども、まあやってる中身の選手は変わりません。これはあの今、ダイヤモンドバックスと、まあ、エンジェルスのチームが、これマイナーリーグですね。こっちは 3A、 多分向こうが 2A だと思いますけど、まあじーっと見てましたが、なかなかやっぱりね、選手たちも一生懸命やってるわかりますけど、まあアリゾナキャンプもこれでいよいよもう27日でオープン戦も終わりますから、もう残り試合、まあ、明日藤浪のピッチングが見られればいいなと最後に思っています。そんなことで、エンジェルスの、天日、キャンプから、この辺でいたしております。それでは。Thank you.
髪がくちゃくちゃ。今日は、行ってきました。大谷の、生の大谷を久しぶりに見ましたね。まあかつてフジテレビで一度ね番組で一緒だったことありますけど、もうそれから5、6年経ってますから、まあ今日は声をかけず、まあかける状況じゃなかったですけどね、まあ日米の、インタビューを受けながら、今日は東西中東急ダイヤモンドバックス相手にね、マイナーのチーム相手に、変化球の、具合を調整をしましたということで、大谷情報をこれから皆さんにぼちぼち入れたいと思います。